はい、どうもゆたです。はい、今回はホイールを買いました。はい、いやーこの体勢つらいね。女の人はねよくできるね。俺にはちょっと無理だ。あーすごい。僕には無理です。でね、持った感じなんですけど、パッと見持った感じはね、ZE40 持った時の方が、あの軽さの衝撃がありました。うわ、軽っていう。やっぱ T37 は合成の方で多分歌ってると思うんで、まあ、合成はね、かなりあると思うんですけど、軽さで言ったら ZE40 なのかなっていう。わかんないですけどね、ちょっと個人の感覚なんで、でも多分そうだと思うんですけど、はい。なんで、まあこれもね、お決まりの儀式、コーティングを。ちょっとね、この前使ったコーティングとは違うやつを試そうと思ってるんで、それをちょっとやっていきます。で、あとサイズ言ってなかったんですけど、こちら、18-10J40 です。はい。ここにね、20-08-05って多分20年の8月5日に検査してんのかな。はい。でね、これね、買ったのね、結構前なんですよね。結構前。40買ってから1、2ヶ月後にもう買ってるんで、結構家で眠らせてて、で、もう11月からサーキットシーズン、アタックシーズンということで、まあ新品052をこちらにね、履くので、ちょっと引っ張り出してきて、今からコーティングするっていう感じです。はい。とりあえずね、ホイールをね、アンスクリーンで拭いていきます。つけちゃった。おう。ワコーズ BC8。で、一応一通り終わりました。今ね、パーツクリーナー拭き終わりまして、今回はソナックスさんのホイールコーティング。ハスの超撥水メカニズムで頑固な汚れを跳ね返す。ほんとかや。って感じなんですけど、ホイール12本分使用できます。でね、これ拭き取りとかいらなくて、なんかね、缶をよく振り、15センチ離して、やるみたい。で、乾燥中は水がかかんないようにする。1時間以上は、で、1時間以上を乾燥させると。で、ホイール、ムラになったら、固く絞った濡れタオルで拭き取り、再度施工。で、表面が白くなりますが、乾燥すると消えていきます。っていうみたいです。ちょっとやっていきたいと思います。すごい初めてですけど。よし。どうなんだろう、これどんぐらいやっていいんだろうね。わからん、どのぐらいやっていいのか。わからんちん。よいしょ。どんぐらい塗っていいんだろうな、マジで。
こっちが塗ったやつで、こっちが塗ってないやつ。はい。で、一応今4本終わりました。これなんかちょっとムラっぽいかな。これムラなのかな。それともなんか白くなって可愛い。ちょっとやっぱね、ツヤがなくなってね、乾燥するまで白くなってまた戻るらしいんですけど、まあちょっとこれでね、放置します。んで、来週、山郷さんとこ行って、052の265の新品を組みます。で、11月は日光走って、筑波線走って、まあ12月、1月、2月とね、どんどんサーキットをね、まあ筑波2000やら、富士やら、茂原本庄行きたいと思ってるんで、今年はね、マジでタイム出すよ。ちょっと、見てろよって感じです。はい。こちらが今から組み込む A052 新品265-35-18です。で、今からこの新しく買った SL に組み込んでもらいます。はい、ですね、今もともと履いてる ZE40 の265と、まあ、T37 の方の265をちょっと今比べてるんですけど、やっぱね、052はね、幅が広いんで、265幅でもやっぱリムと面ぐらいなんですけど、それに比べて ZE40 の方はやっぱこのちょっとリムガードが出てるのもあるんですけど、ちょっと引っ張り気味にこうやってタイヤがなってますね。で、052はちょうど、まあ、幅で言うと275とかね、285とかもそれぐらいの勢いなんじゃないかなと思います。こんな感じです。はい、今とりあえずアライメント前でとりあえずちょっと水平器に乗ってるんですけど、こんな感じでめちゃくちゃかっこいい。